平野紫仕様の発言をジャニーズは否定。一方、キンプリの怒涛の告知にファン、ついていけない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2018年5月に CD デビューを果たしたキングピンス以下。 キンプリが高橋山と長瀬角による二人体制となって再スタートを切った。このほどデビュー5周年を迎えた新生キンプリは新曲の発売やグループ初となるファンミーティングの開催を発表したが、ファンからは様々な意見が上がっている。岸シユ神タ、寺ン太、平野ユータ、が今月22日をもって脱退したキンプリ。 人流児と平野は同日付でジャニーズ事務所を退所し、今後どのような活動を行っていくのか、注目が集まっている。また、最終日にはメンバーそれぞれが公式モバイルサイトジョニーズウェブの個人連載を更新し、中でも平野が放ったストレートな言葉が話題となった。 平野は個人ブログショータイム、うちで、金プリは19年7月に亡くなったジャニー北川前社長がデビューさせてくれた、最後のグループだと誇らしげに綴っていました。続けて、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなう。原文ママ、イカドうとくやしさを覗かせていたんです。 ジャニーズに詳しい記者。当該ブロックは平野の退場に伴い、後に閲覧できない状態となったが、一部ニュースサイトなどがこの内容を取り上げていたため、多くのファンが知ることに、SNS 上では、特に、できないと言われたら仕方がない、の一言がフィーチャーされ、ネット上では、平野が最後にぶっこんだと、騒然となった。 なお、平野が書いた目標とはグループでの海外進出を指しているものとみられる。昨年11月4日、キンプリメンバーがファンクラブ会員に向けた動画内で3人の脱退と退場について報告した際、平野はデビュー当時から海外で活躍できるグループを目指し、これはジャニー氏の夢でもあったと解雇していた。 しかし、改めて自分の年齢と向き合った時に、海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で、全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました、と語っていたのだ。こうした経緯もあり、一部ファンは海外進出に関して、できないと言われたのではないかと推測。 そんな中、24日に東京スポーツ新聞社の公式メディアサイト、東スポウェブが新たな情報を報じている。ジャニーズ側が平野に海外進出は厳しい旨を伝えたとの情報は事実か、とジャニーズに取材すると海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません、と断固否定したと伝えた。一方で、高橋と長瀬は23日屋に、 キングプリンス CD デビュー5周年記念として YouTube、Twitter、Instagram、TikTok で一斉性配信を実施。新体制第一弾シングル、何者を6月21日にリリースするほか、7月2日に東京割ケアリーナでファンミーティング、キングプリンスと打ち合わせを行うと告知した。これは同シングルのファンクラブ限定版。 ティアチアラ版を1枚購入すれば応募できるイベントだ。さらに7月1日からは日本テレビ系で新番組、筋トレ、カリが始まるという怒涛の発表に対しネット上のファンはティアラ、金プリファンの故障を寂しくさせないよう楽しみを与えてくれてありがとう。 キンプリを存続させてくれた二人に感謝、恋愛、流瀬高橋の新曲めちゃめちゃ楽しみあみ。たくさんサプライズを準備してくれてありがとうと大喜びしていた。とはいえ、全日付で三人がグループを離れたばかりとあって、怒涛の発表に一部の人々は恋愛を応援したい気持ちもあるけど、 やっぱり五人のキンプリが好きだから、まだ二人の歌を聴く勇気がない、展開が早くて気持ちがついていけない、連会は悪くないのに、あまりにも切り替えがそうすぎて置いていかれてしまった気分、もう少し五人のキンプリに浸らせて欲しかった。用意周到に準備してたんだ。事務所のやり方が悪い、と複雑な胸の内を、とろしていた。 5人の金プリを大事に思ってきたからこそ、なかなか変化を受け入れられないファンも多いのだろう。今はひとまず、心を整理する時間が必要なのかもしれない。